とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回ですね。今シーズンは20分ちょっとあれば周回できますので、やりやすいです。では、10周、行きましょう。1周目。良くない。物が良くない。黄金もなんかいまいちだね。2回目、フルメタルとシュガーラッシュいいんじゃない？毒、怒り使うならありかな。あー、リフレッシュいらないね。こっちは一応取っとこうか。次、これは全部いらないね。爆発、テンポセフ、あ、テンポセフトよく出るな。リフレッシュさんか。どうだ、よくないな。これ全部ダメだ。黄金もよくない。まあ持ってるやつばっかりだ。いらない。虚無にいまいち。次どうだ、いまいち。こっちもダメ。これはダメ。はい、物が悪いんよね。もともとのものがさ、いりません。これもちろんいらん。仮面、どう？愛のスペルボはいいんだけどね。どうしてもさ、最近の黄金は爆発かリフレッシュ、この2つしか大体つかなくなってんだよな。これ完全に仕組まれてるよね。いやー、はい、リフレッシュ。リゾルト最後見ようか。まあもうすでに持ってるけどね。リゾルト、いやー、あ、いや、旋風と衝撃波がついてる。なんだ、あ、ダメです。これがラストだけどもさ、いまいちだな。リゾルトはダメです。物が良くないね、本当に。エンチャントはね、3がつくとき結構あるんだけども、物が良くない。今回ね、結構周回できるんでチャンスかと思ったんですけども、まあもう少しやってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。